1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？11月21日、世界テレビデー。1996年11月21日に国連で第1回世界テレビフォーラムが開催され、国連加盟国は平和、安全、経済、社会開発、文化交流などの様々な問題に焦点を当てたテレビ番組の世界的な交流を促していくことが取り決められたことにちなんで、記念日に制定された国際デーの一つ。また今日でもテレビの情報にアクセスできない国や地域の人々へも情報を提供できるプラットフォーム作りが提唱されています。世界ハローデー。1973年秋にエジプトとイスラエルの間で紛争危機になったことがきっかけとなり、11月21日に記念日が制定された国際デーの一つ。世界の指導者たちにみんなでそれぞれ10人の人に挨拶をしていくことを促してもらうことで、紛争よりも対話をとのメッセージを伝えていくことが呼びかけられています。今日でも世界およそ180カ国以上で同活動が展開されており、対話での諸問題解決が図られています。任天堂の日。任天堂が発売するコンピューターゲームのハード機や対策ソフトの発売日が偶然にも11月21日が多かったため、ファンの間で任天堂の日と呼ばれていたものが広がっていったことから記念日が制定されています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。